い、こんにちは、グリードです。今日はコールオブデューティーしながら COD 最新情報をまあ話していこうかなと思います。まあ最新情報といってもちょっと前に出た情報なので最新ではないかもしれないんですけどね。今年の COD ブラックオプス6ね、10月に出ます。ブラックオプスは Xbox ゲームパスに加入することがね、もう発表されてますよね。Xbox ゲームパスについてはまあ前回詳しい動画を出したので、まあそちら見てもらった方がわかると思うんですけど、まあ知らない人のためにね、軽く説明すると、まあマイクロソフトが出してるゲームのサブスクシステムですね。サブスクサービスか。まあ月額払うことによってこうゲームプレイし放題というね、まあ有料ゲームも買わずにプレイができるということで、かなりまあ人気になってて、日本でもユーザーがかなり増え出してるものなんですけどね。まあそのゲームパスに、ブラックオプス6が追加されるっていうのは、まあかなり今年のビッグニュースだったんですよね。で、なんと僕が今プレイしているコールオブデューティーモダンオフェア3がなんとゲームパスに登場しますよという情報が入ってまいりました。で、これがね、まあ相変わらず COD のね、その最新情報を扱ってる、まあ公式、ほぼ公式のようなチャーリーインテルというね、情報サイトがあるんですけどね。まあいつも公式より早い公式情報を出してるところなんですが、まあここがね、少し前にモダン3もゲーパスに追加されるよっていうのが発表されました。で、その追加されるタイミングがね、まあ、シーズン5が始まる日本時間だと25かな。まあ、向こうだと24って言われてるんですけど、まあ、それとほぼほぼ同時に、まあ、ゲームパスに追加されると。まあ、タイミング的にもね、まあ、そのシーズン5も始まるし、まあ、BO6 の始まる前というね、まあ、絶好のタイミングなので、まあ、可能性はほぼほぼ確実だろうなと思うんですよ。まあ、ただね、思ったより早かったなというか、なんか BO6 は発表されたけども、過去作はね、ゲーパスには来ないんじゃないかなっていう、まだまあ来ても来年かなみたいな僕の考えがあったんですけど、もう運営さん、アクティビジョンさん、マイクロソフトさんのサービスだなっていう感じはしますよね、このタイミング。まあこれによって、ね、ゲームパス追加によって、まあかなりの新規ユーザーが増えるんじゃないかなと思うんですよ。特に海外は多くなると思うんですけど、まあ日本は実際どうなのかっていうところですが、まあ日本も少なからず、まあ最近ゲーミング PC にね、移行してきてる人もかなり多いですし、まあ Xbox もね、シリーズ S が3万ちょっとで買えたりっていうのもあるので、まあかなりユーザーは今まで以上に増えてるんじゃないかなとは思います。日本はね、まあプレイステーションユーザーがまだ COD に関して多いと思うんですが、まあかなり既存のユーザーというよりは、まあ本当に例えばバロラントとか、最近で言うとバロラント、まあエペとかね、まあその辺の FPS をプレイしているユーザーが少し、ね、COD を知らないよっていう人がね、ゲーパスにから入ったりもするのかなと、少なからずね、いるんじゃないかなと思います。近年のね、これ何度も言ってますけど、日本だとね、円安でね、ソフトがほんと高くなっちゃったんですよね。まあなかなかね、こう、新規が COD のマルチをね、やってみようかなっていうのがね、とりあえず、ちょっとでもやってみようかなっていうのができなくなってしまったんですよね。まあただこれでゲーパスに加入することによって、まあ少しでも、ね、最初ちょびっと遊んでみるっていうことができるようになったから、よいしょ。で、ゲームパスね、まあゲームパスもね、値上がりしたんですよ、実は。まあね、今の円レートで言うともう、ね、円がもうクソ雑魚になってしまったので、まあ全ての、まあ海外産のサービスがまあ値上がりしているような状態で、まあゲームパスも値上がりしました。ただね、日本マイクロソフトさんのおかげなんでしょう。円安で高くなったけど、それほど高くなってないんですよ。これ本当にね、ありがたいですね。ただね、このゲーパスによって、まあ、完全に COD の初心者が来るとなるとね、ちょっと日本サバに関しては少し心配な面がありますね。まあ前回、前々回の動画かなで話したんですけど、今日本のまあゲーム人口っていうのはやっぱり、まあ日本全体が少子高齢化になってるので、まあ高齢の方が多いというか、まあ年齢が上の人の方がね、圧倒的に人口が多いんですよね、すべてのゲーム。ね。年齢が、ね、10代よりも20代、20代よりも30代の方がね、人口が多い国ですから、今日本は。間違いなく FPS も経験者の方が多くなると。昔からやってる人がいる。
っていう状態なので、やっぱり日本サバはねちょっとレベルが高くなってますね。平均レベル、年齢がね、平均年齢が高いことによる平均レベルの増加というか、平均レベルが高くなっているという心配点がありまして、だから新規ユーザーがねちょっと苦しい部屋がまあ多いのかなっていうのは若干あります。まあ COD もね、スキルマッチベースシステムというものがあるから、まあなるべく初心者は初心者同士として当たるとは思うんですよね。上級者とはなるべく当たらないようにはなってるんですけども、例えばその時間オンラインになってる人があまり初心者がいない時間帯とかだと、どうしてもやっぱ上級者と当てられてしまうっていうのは避けられないので、まあそこは初心者の人はまああまりにボコられてたら途中抜けも全然していいと思いますし、カジュアルに関しては、まあ新規ユーザー増えたらその辺の注意動画というか、そういうのも発言していったらいいのかなというふうに思ったりもしてます。まあともあれ、まあ本当にね、 COD っていうのはもう買う時代は終わったとゲームを買う時代は皆さん終わりましたというわけですよ。ね、まあ、COD 高い高い言われてますけど、これからはゲーパスでちょちょってプレイできると。で、まあ、前回のゲーパスの動画で発言したんですが、ね、PS ユーザーどうしたらいいのかっていう、ゲーパスに入った方がいいのかっていうのは、まあ、前回深く動画で語ったんで、そっち見てもらえたらなと思います。最近日本で流行ってる FPS はやっぱりバロラントとかね、Apex とか、まあ、かなり一試合がね、長い、ね、FPS になってくるかなと思うんですよ。でもやっぱそういうゲームって社会人になってくるとなかなかやる時間がないっていう風な人がね多いと思うから、まあ、こう COD みたいにねこうサクッと1試合10分ちょっとでできるような FPS っていうのも改めてね今後需要があるんじゃないかなと日本において思ったりしてるわけなんですけど、どうでしょうかね。20時ぐらいに帰ってきて、もうでもなんか1試合長い時間のゲームはできないから、ちょっと COD マルチサクッと30分だけね、3試合ぐらいやって寝るかみたいなね。ね、どうですかね。そういうこともできるから、あ、そうだよ。ゲームパスはね、今無料期間、なんか体験1週間ぐらいはなんか無料っていうのがね、20日入社は無料っていう期間もあるから、まあ、ほんと、無料でできちゃう期間もあると。はい。はい。ちょっと。はい。一丁 DNA ボムぐらいいっとくか？なあぶら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 。あぶら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 。助けてほしい。What's？来てる。ああ、逃げます。リスが変わったんじゃないか、これ。オッケー。アドバンス UAV。あるぞ。カモン。ワン。ツー。これ見られてるから一旦下がって。一旦エリア倒そうか。ナイス。これは屋根だ。ワン、ツー、スリー。まだ擦れる。まだ擦れる。あっ最悪や。 DNA ボム逃したなあ。1日1 DNA ボムしないといけないのに。こっからはもう普通にマルチやりましょうか。じゃあ、はい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 、リロデイン。はい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 。見える、見えるぞ。いけ、ファンネル。ああ、皆さん、初心者の方ね、こういう試合にあったら抜けていいです、本当にカジュアルは。こんな試合を無理にやってね、ゲームが嫌いになるよりはもう全然抜けてもらった方がいいです。まあ、そのためのね、途中抜けシステムなんでね、これはね。ワン、裏取っちゃって。まだいるエリア。絶対右角やん。はい、オールダウン。はい、終わっちゃったか。ゲームパスね。まあ日本ではまだまだ認知が
されてないかったりもすると思うんで、ぜひ皆さん友人フレンドフレンドに宣伝してね、広めていきましょう、コールデューティーゲームパスをね。というわけでよかったらモチベーションになるんで、グッドボタン、マジでグッドボタンよろしくお願いします。それでは、はい。